こんにちは、ネマです。パワープルアップでやっていきます。今回は覚醒キャラ、覚醒内容がついに判明しましたので、皆さんと話し合いできればいいかなと思います。雑談枠ですね。で、鈴風ホープについてはちょっと僕手持ちにいないのと、まだ情報が転がってないようなので、もしご存知の方は教えていただけたら嬉しく思います。まあ、どういう覚醒がつくのかっていうことを皆さんと情報共有できればいいかなと思ってます。で、ちょうど PSR この2体は持っているので、その話ができればいいかなと思います。まずは神高ですね。で、神高に関しては骨イベ率アップと、なんと技術ボナーがつきましたと。まあ、骨イベ率アップは正直どっちでもいいような気もしてます。低めと脱三振、そしてスラコツ全部強いんですけど、まあなんかその取り切れる感もあるし、脱三振に関しては2試合とかね、必須級のキャラが持っていたりはするので、まあ、どっちでもいいかなという感じですね。ただ、技術ボナーに関しては、これつくと、やはり変化球キャラにはね、かなりバランスが良くなってくるので、まあそういった意味で使えるなという感じはしますね。技術ボナーを持った神高と、やる気効果を固めた変化球練習なんかは相当経験点がもらえそうだなという感じはしております。で、神高は、まあ、この技術ボナーがついたことも非常に嬉しいんですけど、できたら強化で、やはり体力の消費ですね。イベントで消費する体力量を、まあ、ゼロにしてもらうとか、まあ、そういう変化が入ってこないと、技術ボナーが10たとえついたとしても、まあ、入ってくるのは正直厳しいかな、という感じはします。まずそもそも、金徳がドクター K というところで、まあ、虹谷の一つと被りと。で、神楽坂と比較にはなってくると思うんですけど、神楽坂、あとはスバルか。その辺と比較にはなってくるんですけど、まあ、一枚正直足りないかなと。テーブル的には昔は強かったんですけど、今、現状でやる気効果を積んで恩恵があるテーブル、まあ、恩恵があるデッキとか、恩恵がある高校ってそんなにないので、まあ、今のところは、ステーかな、という感じはしますね。で、神高自体のスペックが別に低いわけでもないですし、使えば強いんですけど、やはり体力消費のところが、どうしてもネックにはなってくるかなと。ここが消えない限りは、まあ、神楽坂、スバル、そして闇の、この辺の、マイベのキャラクターたちに並ぶってことは、まあ、ないのかな、という感じは、しております。なので、まあ、その下ぐらいの変化球キャラにはなってしまうのかな。まあ、覚醒が入ってきて、強くなったのは間違いないし、技術ボナ10なんでね。まあ、相当にこう、活躍の場がまた広がる可能性はあるとは思います。で、まあ、愛着のあるキャラクターでもあるので僕は、なんか海の日ガチャかな。そこで出た時に初めてこう、神高とね、出会って以来、まあ、長い付き合いをしているので、まあ、本当に神高には、しっかりと戻ってきてもらって、第一戦級でね、また活躍してくれることを願っております。で、今回に関しては、まあ、間違いなく目玉はこっちになったかなと。もちろん、ホープくんの覚醒内容がわかんないんですけど、まあ、桃屋が今回はメインかなという感じはしております。で、桃屋には、なんと、コントロールの上限がつきましたと。一番初めが僕、覚醒の話をしてた時に、野手の上限アップの話だけをずっとしてたんですけど、まあ、投手の方で、コントロール上限アップ4という形が来ましたと。なので、コントロールは106、もしくは積もうと思えば110も、まあ、積めないことはないのかなという感じにはなりましたね。で、桃屋自体は、その経験点をたくさんくれる彼女ではないので、まあそういった意味で、まあどうなんだろうな、というところはありました。ただ根性源に関しては、今のところそんなに人数もいないですし、まあ、アトイベだと、夢城と、あとは、エクちゃんかなという感じの構成にはなるので、まあ選択肢には入ってくるかな、と。いう感じはしております。で、ど根性が確定なのかな。なので、精神系を使う金徳ですね。もちろん、その、いろんな高校で、こう、経験点の偏りも違いますし、あとは、まあ、桃屋自体が、まあ、いろんなことをくれるっていうところで、まあ、クイックか、クイックとか、あとは、
クリスマス、違う、バレンタインか。バレンタインだと、まあ、伸び、切れ、あとは打たれ強さとかは選択できるので、まあ、そういったところでコツ潰しを良くしたい高校なんかとは相性がいいのかなという感じはしますね。あとは覚醒組の木村、そして、別バージョンがおそらく来るであろう神谷美沙、この辺とコンボがあったり、あとはランスロットと闇のともコンボがあるので、まあそういった意味でも使える可能性はありますね。闇のコンボあるんだね。うん、というぐらいかな。で、桃屋に関してはやっぱりその黒金のキャラで、そこの金儲けのところでね、枠を広げてくれるというところで、まあそういった黒金強化、新たな強化でも期待はできるかなと。そういう時に非常に使っていきやすいキャラクターになるのかなという感じはしますね。で、まあ、間違いなく、この今、2キャラですけど、ご案内しているのが、まあ、桃屋の方が使う機会が増えるのかなという感じはしております。神高も強いんですけど、もう一歩、足りないものはあるかなというのは正直な気持ちです。まあ、その辺がね、また、次の覚醒キャラで、変わってくるといいのかなというのと、まあ、ホップくんがもしかしたらまた別のね、覚醒内容で上限ついたりとか、あとは、まあ、彼の場合もどっちかっていうと、基礎な技術、精神、どっちかついてくれると、まあ、使いやすいのかなという感じはしますね。でも、神高、そうか、骨指率アップか、正直、タックボナーと技術ボナーっていう予想はしてたので、まあ、なんかそのあたりだったらよかったかなって感じはありますね。骨指率はなんかこう、恩恵を感じにくかったりはするんですよね。びっくりするときはするし、しないときはどうせしないやろっていう感じはあるので、だったらタックで、こうもう確実にね、恩恵があるよという方が、まあ良かったかなと、一ユーザーとしては感じておりますね。はい。で、あとは鈴風ホップくんの情報をお持ちの方はぜひぜひ教えてくださいという話と、北斗の剣のコラボがついに来ましたねと。で、多分別の動画でも喋ってると思うんですけど、ケンシロウとシンが実装されまして、で、ケンシロウの方はミート上限アップの筋力と打撃ですと。で、まあ相当強そうだなと。一応筋力不確定っていう情報が入ってきたので、まあまあそれくらいの調整はいるんだろうなとは思ってはいますが、やはりこう稼ぎにくい筋力、そしてトレンドの打撃、ここの2種を抑えてて、しかも試合経験で持ちというところで、まあ、ケンシロウは PSR 引っこ抜けるかわかんないんですけど、45にはしたいな、という感じはしております。で、PSR の枠も確定であるので、まあ、ここでどっちか、まあ、どっちが強いのかわかんないんですけど、まあ、いい方が引けるといいな、という感じはしていますね。はい。で、まあ、本当に楽しみなコラボ、まあ、使うのがすごい楽しみです。どっちのキャラもね。で、特にシンは、急速変化、そして伸びのみのコツになっているので、まあ、一番、こう、野手、投手の中の特能で欲しい伸びが、まあ、抑えやすいっていうところと、変化球プライドは多分確定でしょうと、この書き方ならね。という感じはするので、まあ、シンは本当に使いやすそうなキャラだなと。あとは、前後がまだどっちかどっちって分かってないので、まあ、そのあたりを知りたいなというのと、どっちも役割がバウンサーのようなので、まあ、エビルで両キャラともね、使いやすくなるっていうのは間違いないでしょうと。シンはマジで西谷と全く同じ得意練習来ると思わなかったんで、もう今後。なので、まあ、そういったところで期待はしたいですね。まあ、コントロール変化とかでも良かったかもしんないですけどね、今のこの、エビルの投手の上限。まあ、エビルの投手の現状を考えると、コントロール変化とかだとさらに刺しやすかったかもしれませんね。そうするともうアーサー入れて、アテナ入れて、結構こう、全種類。まあメンタルのところがまたネックになってくるのか。なんかその辺が整ってくると、エビルの投手ももっと盛り上がるのかなという感じはしてますね。まあ本当にこう、いろんな可能性、いろんな展望が、今回の2キャラの実装、まあ得意練習2種類持ちということで、まあいろんな展望がまた開けてきそうかなと。いう感じはするので、まあ、そのあたりを楽しみに、またサクセスやっていきたいかなという感じです。あとはもう本当に、やはり鈴風ホープくんの情報が足りてないんで、そのあたりをお持ちの方はぜひ、コメント欄の方で、ホープくんは P
PSR だと何と何がつきますよみたいなことを教えていただければ嬉しく思います。皆さん北斗コラボ楽しみましょう。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。